今回はハードオフ、オフハウス、ホビーオフ、ガレージオフ、東松山店に行きます。埼玉では唯一の4店舗合同店です。ここは関越道東松山インターチェンジ付近になります。左折して駐車場に入ります。駐車場は500台停めることができますが、共同の駐車場なので結構ですね、たくさん停まっています。営業時間は10時から20時で年中無休です。このようにハードオフ、オフハウス、その奥にホビーオフ、ガレージオフと、建物が2つに分かれているように見えますが、中ではつながっています。入り口にはこのように4店舗の名称が入っています。店内に入ると1階がオフハウス、ガレージオフ、2階がハードオフとホビーオフになっています。アプリの方ではこのように4店舗のチェックインができるようになります。ハードオフ巡りの方は6店舗から一気に10店舗になりました。階段を上がっていくとハードオフになります。ハードオフのカウンターは奥にあります。ここはゲーム機、楽器、奥には家電があります。左側はゲームソフト、DVD ビデオ、音楽 CD などがあります。さらに奥に行くと家電製品が並んでいます。こちらはエレキギターやドラムセット等ですね、楽器のコーナーです。楽器コーナーの端の方に楽器の試奏コーナーがあります。こちらはゲームソフトコーナーです。ゲームソフトの DVD やカセットなどたくさん置いてあります。ここがハードオフのカウンターですね。隣はホビーオフへの通路になっています。こちらの方はテレビや DVD プレイヤー、ブルーレイレコーダーなどです。またこちらには AV システムやプロジェクタ、電話機等があります。タブレットやスマートフォン等ですね。ここは PC、ノート PC、モニタ、プリンタ、PC パーツ等です。アンプ、チューナー、スピーカー、CD プレイヤー等、オーディオ製品です。カメラ、交換レンズ、カメラ用品等です。店内奥にはジャンクコーナーになっていて、ここはジャンクチェックコーナーですが、テーブルと電源があるだけです。ジャンクコーナーは、ここがですね、カメラ等があるところで、ここはオーディオが並んでいます。その向かいにスピーカー等あります。ここは PC 等ですね、プリンターやモニターもあります。どこの店舗でも iPhone がいっぱい置いてあるんですが、SE7、8あたりですね、ここにあるのは。価格の方が税込みで1万1000円から2万7500円です。やはり価格の安い Amazon のタブレットはたくさんありますね。Kindle や Fire 等ですね。税込みで1650円から2750円です。2万円前後の価格で、Core i3 や Core i5 のノートパソコンが何台かありました。Lenovo T510-4313PD2 です。OS が Windows 10 Pro 64bit、CPU が Core i5 の M520、メモリが 4GB、ストレージが 250GB、光学ドライブが DVD マルチドライブという構成です。CPU は初代の Core i5、2コア2、4スレッドのものですね。税込みで19800円です。こちらも同価格のノート PC ですね。Dell Latitude E5410 ですね。OS が Windows Pro 32bit、CPU が Core i5M460、
メモリが3ギガ、ストレージが160GB、無線 LAN 搭載で、光学ドライブが DVD マルチという風になっています。先ほどのレボノのものよりは、スペックが若干落ちるんですが、こちらのが少し新しいようですね。税込み19,800円です。デスクトップ PC になるとさらに安くなりますね。ヒューレットパッカード、コンパックプロ6300。OS が Windows 10 Pro 64bit、CPU が Core i3-3240、メモリが 4GB、ストレージが 500GB、無線 LAN はないんですね。光学ドライブが DVD のマルチドライブを積んでいるようです。まあ、Core i3 とは言いながら、クロックの方が 3.4GB と、ノートのものよりは、クロック高いので、いいんじゃないかなというふうに思います。税込みで 13,200円です。こちらのデスクトップ PC、先ほどのノート PC と同じ価格なんですが、内容を見てみると、ヒューレットパッカード、プロディスク 600G2SFF ですね。OS が Windows 10 Pro 64bit、CPU は Core i5 の6500と第6世代なんですね。メモリが 4GB、ストレージが 500GB、光学ドライブが DVD マルチドライブがついているようです。こちらの Core i5 ですが、第6世代なので、4コア4スレッドという風になっています。税込みで 19,800円です。インクジェット複合機ですね。キャノン MG3130 です。綺麗そうなんですけど、年式が2011年ということでかなり古いんですよね。税込みで6,600円です。デスクトップ PC よりもさらに割安感のある一体型 PC ですね。ソニーVPC-J128FJ というものですね。OS は Windows 10 Home 64bit、 CPU は Core i5-2410M、 メモリが 4GB、 ストレージが 1TB、 無線 LAN も積んでるようですね。光学ドライブはブルーレイが入っているようです。ストレージの容量も大きいですし、ブルーレイドライブも入っているのでいいのかなという気はします。税込みで 16,500円です。ちょうどうちにあるブルーレイドライブが壊れたのでどうかなと思ったんですが、これ日立 LG のものですね。 BH114NS58 というもので、調べてみるとブルーレイ XL まで読めるようですし、14倍速という、ね、高速の書き込みもできるようです。備考欄にチェック時ブルーレイ読み込めましたが動作が若干不安定ですというのがあるので、ちょっとやめとこう思いました。税込み2750円のジャンク品です。オーディオ関係いくつかですね、安いミニコンポがありました。これは iDock 搭載ミニコンポですね。パイオニア XCM31K です。CD を搭載しているので、iPod がですね、なくても、十分使えると思います。ただし、リモコンがないんですね。で、リモコン欠品による動作の制限は保障外ということなので、動作制限されてしまうんですね。リユース品で3300円です。これ前にも出てきたと思うんですね。ハードディスク搭載コンポです。ソニー NASD55HD ですね。80ギガのハードディスクを積んでいるので相当な曲数が入りますね。2007年式とちょっと古いのが気になるんですが、CD がね、どうかなっていう気がしますけれども、リユース品で9,900円。リモコンもついています。こちらは音響の AV アンプですね。 TX-SA606X というものです。久しぶりにですね、安めの AV アンプ出てきたんですが、
残念ながらリモコンが欠品で細かい設定が、できませんということなんですね。税込みで6600円です。 35mm フィルムカメラ、懐かしいんですね、すごくね。キャノンネット QL17 です。これはですね、 EF 機能を、備えたカメラになっています。前面の QL という文字なんですが、これキヤノン独自のクイックローディングといって、フィルムをですね、簡単に巻き上げる機構がついていました。ジャンク品、5500円です。こちらは埼玉県に1店舗のガレージオフですね。売っているものは車の用品、オートバイの用品か自転車用品ですね、それにタイヤ等があります。これは自転車等のものですね。でやっぱり冬場だけあってスタッドレスタイヤの、リユース品が結構ありました。初めて4店舗複合店を訪れました。次回また別のハードオフに行ってみます。